タルさんが今まあちょっと、うん、今日の動画の確認をします。しゃあ、はいはい、今来たんで、いやちょっと休憩ってことね、うん、休憩してて、はいはい、あの2週間前ぐらいですね、はい、あの道歩いてて、はい、まあ普通に仕事に向かう途中で歩いててたんですよ、うん、人生であり初めてのありえないぐらいのこけ方しまして。どういうことだ。ちょい捻挫しました。でどういうこと。ここもボロボロ、もう打って、どういうこと。で手首に傷の意味は治りましたけどね、傷だらけ。何、どう、なんか普通の道なの。こういうえ、ザーンいたの。ザーンでここかーって打ってで足首グーってなって、え、普通に歩いてたんだね。なんか段差あったっぽいけど、もう結構平面なところ歩ってて、ちょっと段差って引っかかったの。引っかかった感覚もないんですけど、でこう言っても多分引っかかった。そうキューッて膝ガーンって当たって、膝が割れるかと思った。で右足首はもうほぼ捻挫。その日は結構歩くの大変だった。なんで捻挫、こういけば大丈夫。ってなった。あ、今もちょっと今もちょっとやめてよ。今も痛いんです。やめてよ、危ないから。今だから歩き方、まあだいぶマシになりましたけど。あ、そう。へえ。何それは。なんで。いや、わかんないんですよね。なんだろう。まあ僕ちょっとこけやすいんですけど。あ、ちゃんと靴履いてないと今日痛い。ああ、ずるずる。靴の問題ないの。紐をほぐけてる。ああ。今いい靴、まあいい靴にしましたけど。ちゃんとした靴。その時は確かにちょっとバランス結構ね。いや、危なかった。あれは危なかった。そんなこけ方ある。え、周りの人いなかった。いたから、はず、で、はずいかしいから、ここで、すぐ立つじゃないですか、うん。それもできないぐらいちょっと痛くて。え、周りの人は、なんか、言ってきたりとか、大丈夫。言ってきてないんですけど、うん、もう、あの、近くの王将の、うん、あの、裏路地みたいなとこ入ってって。そんな、こんなんなってさ、痛い。って言いながら、って言って。なんだよ、それ。マジっていう日がありましたね。うわ、痛いですね。いや、怖いし、まあ恥ずかしい。でも普段恥ずかしいが上回るじゃないですか、そういう時って。うん、そうね。まあ、ちょっとね。本当に痛かったんだけどね。まあ、痛かったわ。まあ病院は行かない、ないで済んだんですけど。うん。危ないね。まあ折れてるって感覚もなかったからね。あ、もう膝とかもっとやばかったあれだったけど。なるほどね。すげえな、そんなこういうことするかね。いや、しないですよね。しないよね。なかなかないよね、なかなか。最近あった大怪我の話あります？大怪我の話。怪我っていつが、あれ、もう直近？もうだいぶ前ですか？怪我？え、入院は違うよね、怪我じゃない。病気はいいよね。病気なし、怪我？怪我の方ね。もう、まあ、月指とか、まあ、月指とかあるか？あ、でも俺ここガリってやった。うわ、痛そう。もう治ったけど、何ですか？普通に家から出るときに、うん、なんか花壇、あの花とか草とかが花壇のこう、うん、こうなって道路とつながってるんですよ、うん、でこう道路にこう出て左行けばいいじゃないですか、うん、行くんですけど、うん、ここ花壇ですよ、うん、もう何か知らんけど結構ギリギリ攻めてたんですよ、こうなんでそう少しでもなんかこのギリギリライン攻めてこうハンサーンってこうサーンっていくのね。ローラーついてればね。ローラーついてれば自分がローラーついてると思ったんだもんねローラーついてると思ったサーンっていくの、行こうと思ったね、うん、こうかなね、こう、うん、こうサーンっていこうと思ったら全然遠いんだけど、ちょっとおじいさんが歩いてきてて、うん、でも結構距離だったんですけど、うん、反射的にやべえと思って避けなきゃと思ったら、うん、キャリーってぶつけて痛そう。うわで、ここ血出た？血だらけ。血だらけ？一回家戻った？そう、行った。もう時間ないからそのまま行って、で、場所ついてから、オフィスついてからちょっとティッシュで拭いた。で、その話でいきなりどうしたんですかってなるでしょ。その話をあの会社の子にして、何それ誰にも共感得られない誰にも共感得られないみたいな、ギャリーってかわいそうだね。過信ですよね、ミニ四駆だと思ってたっていうことです、自分も過信過信だよね、過信ギリギリ攻めすぎたわそんなことある？やっぱあるのよ、怪我するよ。星さんもそうじゃないですか。いや、昔はすっごいしてたもん、子供の時とか。怪我20代ぐらいまで、あります。骨折ってないかも。 俺もない。骨折は何回もある。ない、がっつりはないな。僕、靭帯あるんですけど。え？靭帯断裂？あ、指のこの
バスケやってる。スポーツしてるとね。バーンってなっちゃって、ここ、ギャーンって。それはしょうがない、ね。今、まあちょっと痛いですよ、ちょっとやって癖があって。え、突き指とは全然違うのか、突き指がこうなるとさ、ボキ、ボキっていうか、ここもっとひどいっていうか。ここの人体のこの、線のところ。時間かかっちゃうよね。そう、3ヶ月ぐらい。しかも最後の夏の大会の前にやっちゃって。まあでも、テーピングして痛いながらちょっとやるんですけど、ここ。でも今もやっぱ癖あるんですよ。痛いですよ。ちょっと変、やっぱ。スポーツやってる人がね。なるね。車にまず引かれたことがあるからね。え？危ねえ。今本当あの時どんな気持ちなんですか、引かれる時。いや、どうしよう。急にだから、ね、完全に俺100悪いんだけど、うん、車がこう、まあ、よく工事中とかでさ、片方の列がバーッとなすじゃん。で、こっち側だけが通ってる、はいはい、で、その車と車の間からひょって出て、はい、いや、それやめでしょ。それやめでしょ。一番やっちゃいけない、一番やっちゃいけないでしょ。もう、車側からすると、もう一番怖いやつ。マジヒヤヒヤする。勢いは平気だったんですか、ゆっくり。いや、車はまあ、そんなスピードは出してないけど、はいはいはい、でも40キロぐらい出てんじゃん。結構じゃない、こうでしょ。え、何歳ですか。中1の時。考えただけも怖いわ。怖い、だから、で, でも、パッと出た時にもう車来てるの分かったの。あ、来たっと。そっからおかしくなっちゃったんですか。いや、そっからおかしくない。もともとおかしい。おかしくない。おかしくない。ちゃんと受け身取りましたけど、バーン。あー、それやって。いや、受け身取らない。どうやって分かんない。結構大事ですからね。頭だけ守ればね。あー、確かに。最悪ね。柔道やってないんじゃないの、まだ。中1だと。中1だね。やってなかったかも。いや、やってたりもしてもできないよ。横受け身とかやったの。いや、やんないよ、何も。もう倒れたまんま、もう動けない。前転の受けみたいなのあるじゃん。いやいや、動けない。そんな状動けない感じ。とにかくもうその時足が骨折れて、脱臼もしてたから、動けないわ、痛いわ、痛い、動けない。王将の横入って一人で救急車ね。それは救急車。さすがに王将の横で行けない。よく行けたね。王将探さなきゃ。結構ゴリって言ったら結構動けない。まあでも確かに、まあ、折れてたりしたもんやばい。折れたってないかも。俺も折れたことはないから。気をつけないと。やっぱり走ったりするとあんま走んないでしょ普段。もう走んないよ。だから何かで、ね、こうついテンション上がってちょっと競争しようぜみたいな。俺とケイさんが多分もう走ったらおしまいだと思う。この二人は絶対やめた。走れない。星さん、高橋さんはなんか走ってそうなイメージあるけど。でもね、結構テンション上がって走ることがあるの。ないよ。で、それも前に俺より年上の人、うん、その当時50歳ぐらいの人と一緒に競争したんだよ。なんでって言ったの。その人がおかしいじゃん。ついテンション上がって、まあ、テンション上がって競争したんだよ。そんなにもある。そんなことある。そしたら、うん、まあ俺バーって一生懸命2人でも走るじゃん、うん、途中からその人がいなくなったんで、どうしたんだろうと思ったら、痛い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 って、まさに足の靭帯を。いや、急に運動したからでしょ。そう。いや、靭帯は全然あると思うよ、もう俺らも。本当に。年齢的に全然、だから、痛くやってないとね。そうなんです。マジであるよね。若い時は平気なんだよ。だって若くても急に運動したら肉離れとかやっぱあるじゃないですか。あるあるある。肉離れになるよ。余計。余計ある。やばいっす。無理だ。やばい。確かに走っちゃいけないんだよな。走っちゃいけないな。やるなら普段から軽くね、ジョギングしとかないとですよね。そうなんですよ。本当に。危ないよ。だから、急に走ったりしたら。もう行ってないんですか、ジム。行ってない。あー、やばい。そう、やばい。ジム行っても走りはやってなかったの。あ、俺はもう有酸素運動全くしてなかったから。あ、筋肉。うん。基本的にはもう、ベンチプレスだけ。怪我怖いね。いや、怖いよ。怖いわ。怖い。なんか怖いね、この年になってくると、いろいろと。よく持ったなって思いましたもん、やっぱ。この体じゃなかったら、あんなこけ方したら誰も耐えらんないって思いましたね。そんなこけ方しないからな。恥ずいなぁ、でも。恥ずかしいですね。なかなかしないけどね。びっくりするよね。でもなんか、こけるのはわかるわ。なんとでもないちょっとした段差とか引っかかるよね。いや、それはある。本当にある。マジで。年だよね。いや、本当にある、それは。なんもないところでさ、たまにつまずく。ある。やっぱあるんだよね。で、見たらさ、なんもない。なんもない。だから怖いんだよ。よくこける病気とかあるもんね。そうそう。でも、ない、ないぞみたいな。これないもんな、みたいな。で、田口さんとは多分あんまないから、いつか、衰えに、悲しむ日が来そうじゃないですか。いや、でも本当に。気づいてね。過信してたら、いつの間にかも年になってるから。いや、お前だからそれもちょっと過信しやすいかな。いや、しやすい。しやすすぎる。怖いんだよ。未だに走ってんだよ。未だに走って。この前もさ、なんか、靴
の問題も結構あって、はい、なんか最近買った靴が、うん、すごいこう雨の日になると滑るの。瞬足ですか、あの子の瞬足じゃない大人用の瞬足はツルツルなんだよ。ツルツルじゃないんだけど、なんて言ったらいいの分かんないんだけど、多分相性が、それで石あるよね、でもなんか靴でによって石畳のところ歩いてたら、もう一歩歩くたびに転ぶ。いやー、危ない靴ありますよ。でもある、もうすごいびっくりして、もう全部ツルツルになった靴履いたことがあるけど、あの雨の日やばいっす。あの横断歩道とかってね、なんでね、あんまりツルツルしちゃうし、ほんとピーンってなってるところツルツルしちゃうんですよ。いやー、これはなんだよね、コンクリ以外人生であんな転んだの初めてってぐらい、この 300m ぐらいの中で何回も転んだびっくりした。靴の問題、いや靴がいけないんじゃない。だから買いました。あ、それに変えたんだ。まあ、家にあって履いてなかったやつがあったんで。ああ、絶対変えた方がいいね。それが問題かもな。靴はね、結構グラグラしてて、もしかしたら危ないよね。結構良くなる時あるよな、うん、いや、怖いですね。怪我は気をつけてください、うん、気をつけよう、本当に。息子さんも大怪我したことないんですか。まだないね。怖いですね、ここから、うん、ほんとはしゃぎますからね、あの息子さんも。いや、知らないでしょ。会ったことあるでも、ちっちゃい怪我はね、子供いっぱいするね。怪我しそうなタイプの子ですか。そのはしゃぐタイプの子ですか。はしゃぐね。あー、そうなんだ。あの、なんか子供ってこう、こう、恐怖感が弱薄いからか、下り坂を全力で走っていく。うん、怖い。怖い、怖い。想像しただけ怖いわ。こっちはさ、ブレーキがかかるんだよ。ヒヤヒヤするよ。山とかでグワーッとかできた時に、はい。だから、負けるもん、全然スピードが。もちろん、もちろん。こっちがスピード落とすかな。でも、スピード落とさないの。だ見てて、ほんと怖い。こういくもんね。そうそう、なんかの拍子にこれ、転ぶんじゃないのよ。いつからあんな下り坂怖くなったんですかね。今、すごい怖くないですか。怖い、怖い。チャリですらちょっともう、わかる。ゆっくり行くしね。土とかのとことかもう怖いですよね。怖い。上りがまだいいんだけど、下りが怖い。下り怖い。手すりない下り。ちょっと、わかるわ。走れないんだよ。誰の協会出てるんですか。YouTube で、下りが怖いの。なんだ、なんだ、なんだ。いや、怖いよな。下りの方が怖いね。疲れる方がいいですもん、上りで。そう、上りは転ばない。確かにね、全然ね。上りは転びそう。おじさんすぎ。おじさんすぎるよ、内容が。終わる？はい。帰ってこないけど、終わるか。はい。はい、じゃあ、まあ、気をつけようっていう。気をつけましょう。何の方か。します。チャンネル登録お願いします。少し